逮捕・送検されたのは、住所不定のシステムエンジニア、橋本翔太容疑者です。警察によりますと、橋本容疑者は、おととし9月から今年1月までの間に、宮城など東北と九州の6県の11の旅館で、窓などから客室に侵入し、宿泊者の現金やバッグなどを盗んだ疑いが持たれています。窃盗の件数は28件、被害総額は現金およそ313万円、バッグなどがおよそ58万円相当に上るとみられています。橋本容疑者は、生活費や借金返済のために盗んだと話しているということです。